どんな環境でも快適に過ごせるフォーシーズン太陽テント、ウェザーマスター 4S ドームノートス300の簡単な片付け方。インナーテントのポールをすべて外し、ポールケースに収納します。ポールを収納する際は真ん中から折りたたむようにします。ショックコード全体に均一にテンションがかかり、寿命が伸びます。屋根の前後の四隅を持ち、中央に折り込みながら半分にします。両端を内側に折り込んで長方形にします。長方形をさらに内側に折り込み畳みます。ポールケースのサイズに合わせて畳むのがポイントです。あらかじめ前後のドアのファスナーを一部開けておきます。四隅をきれいに広げ、四角形になった状態で畳んでいきます。ドアを中心としてサイド面を内側に折りたたみ、さらに中に折り込み、4分の1サイズに畳みます。畳んだインナーテントを30センチほどずらすようにして縦に畳みます。ポールケースを芯にしてフライシート、インナーテントを巻いていきます。最後にすべてのパーツと一緒に収納ケースに入れて完了です。